これさ、これどうやって装備するん？あ、装備したわ。グラップリングフックを取り付ける。グラップリングフック、あ、これか。なんかね、真ん中に変な点増えてるね。マウスの中央ボタンを押す。きた。 E でリールを引くと。これで合ってる？おお、すげえ。あ、面白い。で、これで Q で繰り出す。あー、なるほどね。これ戻すんだ。これ、あ、また収穫できる。来た。これ収穫しよう。あ、え、もう一回登って、次あのスペースでね、登らないとあかん。来た。登れた登れた登れた。オッケー。で、もう一回こっち登って、あ、俺死んだ。いけるいける。ゆっくり降りていこう。ゆっくり。なこれ極めたら絶対おもろいでしょ。よし、これで登ってチュートリアル完了かな。オッケー、チュートリアル完了。ファインド&ルート&あは？え？急に英語なんだけど、なんか。ルートアンアンインサイドループ。ちょ、シリに聞こう。ヘイシリー。ファインド&ルートアンアンクインサイドループキャンプ。わらの拠点みたいなのがあるんですけど、うん、敵のね、それをやんなきゃ、狩らなきゃいけない。なん、卵みたいな形の拠点があるんですよ。あの猿たちの。ここの今俺らがいるマップにある？あります、あります。オッケー、探すわ。さっきのさ、エンジンのなんか拠点みたいなのがあるらしいから、その拠点を探して、まあ、見つけろってことでしょ。ちょ、エンジンのキャンプどこだろうな。その猿の総本山を探して任務をクリアせねばならん。あ、なんか来た。あのさ、猿の総本山わかる？総本山、猿のキャンプわかるんだったらちょっとジャンプしてほしいかも。わかんなかったらこれ左右に動いて。あ、わからんか。オッケーオッケーオッケー。あ、待って。あれじゃね？なんかあれかもしれん、あれかもしれん。あれじゃない？え、あれっぽくない？ちょっと見るだけ、ちょ、近づくだけ近づこう。いや、あれっぽいな。これだわ。めっちゃいる猿。え、絶対これっしょ。え、見つけたけどダメ？ファインドしたけどダメっすか？え、待って。俺の船。こいつは相当すると相当。ナイス。これじゃない？いて。でであ？サーバーがシャットマン。はあ。はい、ということで、猿の総本山を次回見つけますということで、オッツ。なんか若干ロールバクらった。NA サーバーも落ちた、マジで。いや、でもな、初動だからしゃあない気もするけどな、ゲームの初動こんなもんでしょ。安定しないサーバー、ログイン戦争、当たり前のように横行されるからな。あれ、さっきのエンジン拠点この辺りだった気がするんだけどね。もしかして位置変わった？位置変わった説あるな。またた、あった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 、正面あった正面あった。え、なんか飛んできたんだけど。え、結構痛い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 。これ間に合うか間に合うか間に合うか間に合う、間に合うと信じたい。間に合わなかったー。え、こいつ前、うまい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 。いや、ただ、あ、ナイス。アサロ、よし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 。オッケー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 。じゃあどんどん探しに行くか。で、これと同じやつをあと4つ探さないといかん。探しに行こう。いいな、羽。あ、そうそう、この旗、これが我々の国旗よ。ソバルト軍の国旗。あった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 。オッケー、これ壊したい。壊させて。オッケー、なるほどね。この瓶を壊すと任務完了になっていくんだ。オッケー、来た。じゃあ、あとさ、猿ぶっ殺そう。猿7体殺せばね、終わり。いてて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 、ちょ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 
オッケーオッケー、アップな。え、待って、なんかこう、え待って、捕獲されたんだけど俺の船。待って、俺の船捕獲されたんだけど、どういうこと？あの猿ネット飛ばせんの？あった、こいつもネット使いだ。避ける。ああ、もしかして偏差のプロですか？避けたんだけどな。ありがとう、ナイスナイス、ヘイトガイ、うまかった今のは。お、いいね、確保してら。これいいな、なんか別の人がさ、ヘイト買って俺が後ろからぶん殴るっていう。ありがとう。来た、ウォーカーツリーでファイアフライウォーカーの翼をアンロックだって。来ました。俺さっき翼かっこいいなと思ってたのをつけられます。で、 B の、部品これかな。お、来た。で、こっちにも来た。何が必要なんだこれには。あ、作れた。あ、なんかなんかありがとう、補給してくれた。できた。あ、でもね、これ自分で翼作らないとね、任務クリアできないんだよね。だからそっちにもつけてあげるよ、翼。あの、片方だけつけてあげる。 OK、 これでもう完璧でしょ。 OK。 あ、速くなった。めっちゃ速くなった。それ全然違うわスピード、ね、めっちゃかっこいいんだけど、すげえ楽しい。さて、じゃあワールドマップ開くか。いやローディングデータ、わからんってこれ。ローディングデータ中なんだけど、もう絶対これ初期もう壊れてるわ。ウォーカーで砂漠に乗り込み遠くへ旅立つ。ローディング中なんだよな、マップが。これワールドマップいつになったらローディングされんの。あ、ローディングできたわ。ワールドマップ自動で移動してくれんの、もしかして。これワールドマップって、これ水35あれば ここまで移動してあげるよみたいな感じ。これどうやって移動すんの。矢印が出てるじゃないですか、六角形。そこを出ると、あ、次のマップ選べるんだ。次の、はい、マップ選べます。オッケー、じゃあちょっとみんなに一回、じゃあ集合号令かけるか。よし、みんな今から移動するぞ。一旦左下集合全員。怖い。お、壊れる不安しかない。お、来てる。ちょっと待ってあげるか。みんなこっちで、なんかちょっと違うね、少し違う子がいる。羽じゃない子がいるんだが、いいねかっけー。もう遊牧民感すげーわ。移動要塞、もう移動帝国軍よ俺らは。え、あ、え、待って、マジで、え、嫌なんだけど。やだ、死にたくない。え、やだ、いやだ、大丈夫大丈夫よかった。降りてきな。大丈夫、ダメージ食らわないから安心して降りな。大丈夫、心配することはないって。今更ながらグラフィックいいよな、このゲーム。なんかちょっと敵の動きが、なんかモーションブラーかかりまくって残像になってる時あるけど、それ以外は全然綺麗なんだよな。しかもさ、軽いしね、全然軽いんだよ今はね。俺のね、 CPU 使用率、グラボ使用率 50% ぐらいなんだよね。で、 CPU はね、 i9 の 9900KS で、 でグラボが RTX の 2080Ti、 まあそこそこ高スペックなんですけど、まあ、それで今50で、メモリー使用率もね 26%。 俺メモリー 64GB 入れてるから、まあそこそこ高いけど、それでも26だから、まあ全然ミドル PC でも動くぐらいのスペックなんだよな。まあそこそこ軽いゲームだね。まあ、あの推奨スペック書いておくんで、みんなその PC 揃えて俺の参加型機な。で、 1グリッド移動するのも相当やばい。これ偏差打ちされてる。おっぷな、偏差打ちうまで。1グリッドをさ、移動するのにも相当時間かかるべ。スタイリッシュさん、もう少しずつさ、アイテム集めていこうぜ。で、それで移動していこう。結構物資集めながらじゃないと戦えないからね。何これ、え、これは最強の武器じゃないか。これで勝てる、いいね。物資極めた。でもなんかね、
なになに、ウェアなんちゃらかんちゃら、こんちゃらかんちゃら。ねえねえ、みんな、ちょっと誰か分かる人いるんだけどさ、このさ、上に書いてある英語って、これもしかしてメンテナンス？あ、待って、シャットダウン、シャットダウンまで残り58分ってなってる。おい、サーバーメンテ入るんだが。で、先にちょっと左下行こうぜ、みんなで。来てくれてるかな？おー、おー、かっけえ。こんな奴らに追い回されたら、正面ちびるわ。いやこのゲームね、耐久性においてイージーでよかったわ。普通だったらあんな石とかにこの速度にぶつかったら壊れるのは当たり前なんだよな。だが許されてる。登れるかな、ここ。壁として認識されてないのであれば登れるはず。みんなちょっと大変だけど登ろう、ここ。うわ、今更なんだけど、これ普通に走るときとシフトをしてダッシュっていうのがあるね。でダッシュするとこの左下のゲージが減っていく。だからまあゆったり動くときは基本的にもうこうやって普通の移動がいいかもね。全ロスしたんで奴隷します。あ、かわいそうな子いるな。全ロス勢いるかも。今このゲームの総評としては全然ソロで遊べるぐらいだわ。だから俺らがおかしい遊び方してる、こうやって集団で動きまくってっていうのが序盤で。だけどソロでやる感じでは全然楽だね。まずチュートリアルもそんな難しくないし、数時間ぐらいでこのウォーカーで砂漠に乗り込むっていう最終ミッションまで移行できるね。あれ？時には誰かを傷つけ。サバ死んだな、これ多分。お、ちょっとクンさんが別の動物の森やってるんだけど、こっちが本家なのに。